結構街中で手に入る素材を使うケースがあります。木の枝を使うような鳥は木の枝の代わりに枝に似たもの、何でしょうね、細長い何かでちょっと曲がるかもぐらいのものかな。あとこう枯れ草みたいなので巣を作るやつらは枯れ草みたいなもの、細長いものでめちゃ曲がる性質なもの。というわけで、あの枯れ草派の河原ひわさんを見てもらうとですね、なんか白いですよね。この白いのはなんか合成繊維の綿的なもの。この辺の白いのは、これを何て呼ぶか僕は未だに分かりませんが、解説書ではビニールテープって呼びました。あの、平べったくて半透明で、ピロピロピロっとしたテープあるじゃないですか。白いのも多いけど、青とか赤もあるやつ。あれがすっごい裂けますよ。あれ超人気です。なんでしょうね、1990年代から後の街中の巣はほぼほぼ使ってる。それはここの河原ひわもそうだし、そっちのメジロもそうだし、モズもヒヨドリもそう。あのモズの巣やたら白いですね。もうかなり使っています。これもかなり使ってますね。だから1960年代からガイドさん鳥の巣集めてはるんですけど、60年代のには入ってないんですって僕ね以前言ってたけど、あっちで1個だけ入ってる巣があって都合が悪いなって思ってるんですけど、あの製品はそんな昔からあったんだって思いましたが、でもやっぱりめっちゃ使うようになってたのは90年代以降ですかね。だからこちらもいっぱい巣並んでますけど、年代とともに見てもらうとこんな感じの新しいところで割と人工物をよく使う。鳥的には別に人工物であってもなくても全然いいんでしょうね。ただあの何でしょうね、枯れ草と違って言うたら丈夫すぎて、あのひなが足引っかかって死ぬケースがあるんじゃないかとメジロの研究者の方は心配していました。もうあるかもしれないですけどね。